バーベキューやキャンプを楽しむ人が多い季節ですね。一方で心配なのが食中毒です。食中毒の三原則はつけない増やさない。やっつける皆さん対策はできているんでしょうか？よく晴れた。5月中旬のある日、キャンプ場でバーベキューを楽しむ人たちの食中毒対策を見せてもらいました。本当ですか？なんかもうほとんど、ま。 今日は最高ですね,ねえ、まあ、のまずは友達夫婦で来ていたこちらのグループ食中毒の原因となる菌をつけない調理器具の使い方について聞きましたトングやお箸などは気をつけてらっしゃいますそうですね、うん、自分たちを割り箸で食べて、うん であともうこっちもそっちもトングででやるっていう形ですかねあそれをあの皆さんにお配りする時は何かこれですあっこれで熱いんでやっぱりでここ載せてどうぞみたいな実はこれ間違いなんです農林水産省は実験でホットプレートに肉をのせる裏返す 焼きあがった肉を取り上げるという3つの動作をトングと箸を使い分けて行い、菌が残っていないか調べました。すると、焼き上がりまで同じトングや箸を使った肉や、裏返すところから箸を使った肉には菌が付着。菌がいなかったのは唯一、焼いて裏返すまではトングを使い、取り上げるときは箸を使った場合だけでした。 カエルっていう頭がなかったですね。丼んと箸を適切なタイミングで使い分けしっかり焼いて菌をやっつけることが大切なんです続いては食中毒菌を増やさないために食材の管理について食材はどんなふうに持ってこられましたかに保冷でですすかかねねたくくさん入れてて持ってくる感じですか、ね 氷のね、塊が一袋と保冷剤も、大きいものと小さいものを合わせて。まあ四個から五個ぐらいは。ありますね。あ、うん、ひんやりしてますよ。うん、温度で色分けできる、サーモカメラで見てみると。周りは真っ赤なんですけど。はい、このクーラーボックスの中は、かなり低いですね、温度。あ、そうですか。ええー。すごい食材の隙間を保冷剤で埋めるように入れると。 保冷力が長持ちするそうですよ加えて大切なのが食材を入れるときっていうのはどんな状態でしたか袋入ってて止められてるやつに対してまたさらに上から漏れないようにとかこの対応も大正解なんです農林水産省によると肉や魚のパックをそのまま入れるのは NG ドリップが漏れて他の食材につかないよう、それぞれビニール袋に入れて持ち運んでほしいとのこと。さらにまな板の使い方でも食中毒菌をつけない一工夫を、野菜、魚、肉の順で切り分けるか、表と裏での使い分けを心がけてほしいということです。まな板だとあの上になんかまな,まな板シートを敷いて。 それを定期的に取り替える。だとか。包丁と、まあ、別にハサミはあるので。ハサミを。肉に使う。とか。ですかね、対策としては。細菌やウイルスなどが原因となり。腹痛や下痢。嘔吐など。さまざまな症状を引き起こす食中毒。家庭で勘違いしがちな。三つの間違いがあるそうなんです。 坂エンゼルクリニックの水野義樹院長に話を聞きましたまず一つ目は匂わなければ大丈夫臭いか臭くないかとかで、ね、匂うとか匂わないということがありますけれども最近そのものがえー、と匂いを発生することはほとんどないと思います匂いだけで判断するのは危険ですよね水野院長によると細菌自体は無味無臭腐敗とは違って 匂い味色でも判断はでできないといととうことです続いては賞味期限を守っていれば大丈夫賞味期限はあくまでも、えーまあえー、適切な環境に、えー、と保存しておいた時の、えー、賞味期限になるかと思いますので食材を置いてる状況の適温とか保冷状態のことを十分に考えてやっていただいてあまり当てにしない方がいいと思いますね。 たとえ賞味期限内でも日なたに置いたり開封済みのものを放置すると菌が繁殖する可能性が信じすぎるのは NG なんだそう。3つ目は食中毒対策で有効とされる加熱すれば大丈夫 ほとんどの菌は、えー、と加熱ある一定以上加熱すればです、ね、死んでしまうということは言われているんですけれどもやっぱり一部の菌の特性によっては加熱しても菌そのものが死なないという場合もありますし菌が出す、えー、毒素というものがあって熱に非常に、えー、と強くて、えー、高温にしても毒素が壊れないということになるものがありますのでそういったものがあるということをちょっと知っておいていただいて。その一例が 人の手指などにいる黄色ブドウ球菌毒素は100度で30分加熱しても分解されないそうなんです一番の対策は菌をつけないこと荒れた手傷がある手で直接食品などに触れないよう心がけてくださいそしてもう一つ誰しもやりがちな飲みかけのペットボトルの放置についてこんなデータがあります 栃木県宇都宮市の衛生環境試験所によると口をつけたペットボトル飲料を30度の環境に置き細菌数の変化を計測したところミルクコーヒーは24時間で1万倍48時間で30万倍に金の栄養となるようなね、えー、とちょっと甘めのあるものが入ってる。えー コーヒー飲料とかねああいうものあと牛乳しかり栄養のあるものが入ってるのは菌が入った時に、えー、増殖しやすいということなんであまり菌が繁殖しやすい温度に、えー、置かない方がいいかと思いますけどねちなみに甘みのない麦茶でも原料の麦が栄養となり最近は24時間で3倍にペットボトル飲料はより短時間で飲み切るか コップに移して飲むのがおすすす。めなんだそうです食中毒といえばもう一つ気になるのがお弁当ですよね。名古屋の栄ロフトではこの時期蓋が保冷剤になっているお弁当箱など食中毒対策に特化したグッズを数多く取り揃えています。 食材の痛みが気になる方はこれから出てくると思うので、まあ、安心して食べていただけるような形ではい便利なグッズを、はい揃えてますさらに東京の家電メーカーからはこの時期役立つハイテク商品がその正体は何ですかこれ,はんこれ何かというと<え>お弁当を冷ますためのマシンです くれる？そんなグッズ聞いたことないですね。その名もお弁当、粗熱、冷却ドームすぐさまシーン果たして実力は。今回はディレクターの昼食のお弁当を冷ましてみます。あ、まだまだほかほかですね。あ、もう今すぐ食べたい状態ですけど、ちょっとね。お弁当として包むにはまあ、若干不安があるかなという感じですね。 すぐさマシーンの使い方はとっても簡単タンクに水を入れドームの中にお弁当箱をセットあとはボタンを押すだけでおっもうすぐに出てきました細かい霧状のミストがだんだん容器の中に充満していきます出てきたのはひんやり冷たいミストこれでお弁当の熱を奪っていくんです さらにもう一つのボタンを押すとあ、だ、風がすすごく出ててきまねドームの上にあるファンから風がお弁当をセットしてから10分取り出してみると先ほどまでは暖かかったですがおお確かに冷えてますねサーモカメラで見てみると違いは一目瞭然 ミストと風、さらに底についているアルミプレートの力で短時間ででお弁当を冷ましてくれるんです10分少々でこれぐらい冷えるのであれば朝の忙しい時間帯でも助かりますね。